どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーなりのルール関与を考えてみるとなります。最近 X マッチに潜るたびに課題が見つかりますが、何かと X パワーを上げるのは大変ですよね。特にルール関与が難しく感じます。ルール関与は試合の状況によっては一切触れない時もありますし、公営ということもあり味方に催促されがちです。そこで今回はトライストリンガーの強みを押し付けながらルール関与をする方法について考えていこうと思います。ルール関与の定義っていろいろあると思いますが、今回は自分なりの考えと経験を述べていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもトライストリンガーでルール関与をするのは強いのでしょうか。最近これをよく考えますが、正直弱いと思っています。厳密にはルール関与よりも他のことをする方が貢献度が高いように感じます。まずルール関与というと、エリアを塗る、矛を運ぶ、矢倉に乗る、アサリをシュートするがあると思います。どれも敵から一時的に兵糖を買う行為に近いです。また激戦区で戦うことを要求されるので、リスクがかなり増加します。この点を考えると、わざわざ自ら不利な間合いに突っ込んでいるんですよね。これではルール関与しても無駄死ににしてしまいます。もちろん適切なタイミングでのルール関与はありだと思いますが、条件が整わないと難しいっていうのが正直なところです。よくあるルール関与のタイミングは2枚落ち以上かと思います。この条件であればそれなりに関与しやすいですよね。ではルール関与をするために弓はどういう動きをすると関われるのかをまとめてみたいと思います。まずはルールの周りを押さえることかと思います。このゲームはオブジェクトを中心に敵と味方が囲むような陣形になります。無理やりルール関与をしようとすれば蜂の巣になるというわけですね。対面の弱い弓が無駄にルール関与してもデスするだけとなります。そこでやるべきこととしては、まず周りを確保する動きが大事かと思います。射程を生かせば味方と敵を倒せる確率も上がります。場合によっては相手を引かせて敵同士を分断することができます。これによって人数有利を作ってルール周りを整えて抑えていくのが最適だと思います。実際にルール関与するよりも周りの処理を考えた方が何かと味方が動きやすかったりしてたので、大事なことかなとこれに関しては思いますね。続いては兵糖を買うことかと思います。ルールに関与で兵糖を買うのではなく、邪魔をして視線を集めるっていう感じです。弓は邪魔に関してはかなり優秀だと思います。メインの爆発矢に加えポイズンも投げられます。この2つで永遠と邪魔をしていたら相手も無視はできません。味方への兵糖を減らして動きやすくするのがいいかと思います。これをきっかけに陣形を崩すことができるかもしれませんね。また兵糖を集めると処理が発生するので、ルール関与をする暇がなくなると思います。敵から攻撃を受けますからね。オブジェクトに関与したら狙われてしまいます。ですがうまく対処ができれば状況が好転するかもしれないので、兵糖を買って味方との連携につなげる方が断然いいかと思います。続いては人数不利の時はちょっと下がるということです。安全圏まで下がるのではなく、ちょっとだけ下がります。オブジェクトを挟んで下がるとなった場合、敵は守りをまず固めるのでオブジェクト周りに集まります。ただこの時にこちらから攻撃を受けるようであれば立ち止まりますが、そうでない場合は一気に敵陣に突っ込んできます。下がった分だけ相手が塗り返しをしてくるんですよね。こうなると復帰した味方が動きづらくなっていきます。また中央に行けば行くほど横にマップも広くなるため、下がりすぎると見る場所が多くなります。味方も左右に分散するのでカバーが難しくなりますね。下がりすぎるだけでリスクがどんどん高くなっていきます。そういったこともあり、その場から少しだけ離れて邪魔をし続けることが大事かと思います。
もちろん危ないときは逃げる一択です。ですするとスペシャルゲージも下がりますからね。オブジェクト管理しているときによく起きるのが味方との距離が開くことですね。特に矢倉をしていると開きやすいように感じます。矢倉に乗っている間というのは射程範囲が固定されます。そのため味方の場所によってはカバーができません。先陣切ってる味方とかですね、こういった時に関与をやめ射程を生かして攻撃をすれば敵を倒せることもあるので、一旦矢倉のことは置いて攻めるのはありかと正直思います。もちろん負けててカウントを進めないといけない時や逆転できそうな時は別です。こちらのカウントに余裕がある時やそこまで差が空いてない時は味方に合わせるのが一番いいと思います。キルを取って味方が生存してた方が何かとルールのカウントを進める時間が伸びますからね。個人的に一番気をつけているのが味方の最速に合わせないことです。理由はタイミングが適切でないことがあるからです。ルール関与のタイミングはガチマッチの経験値によって全く変わると思います。人によっては敵が全員いたとしても関与する人っていうのはいますからね。毎回ランダムにチームを組むことを考えると、自分がルール関与するときは条件を決めて合わせる方がいいと思います。味方のタイミングに合わせすぎると無理やり関与することもあるので、デスがかさむだけになっちゃうんですよね。ですがこれをするにはしっかりタイミングを覚えることが大事です。経験値がないうちは無謀でない限り合わせるのがいいですね。判断力がないうちはこれをするとただひたすら後ろにこもっているだけになります。最初話した通り条件を作ることから始めるのがいいかと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーなりのルール関与を考えてみるはいかがでしたでしょうか。公営という立場もあり、ポジション的にもルールを関与することが要求されますが、最適かどうかは考える必要がありそうですよね。ルール関与していたとしても味方がデスしすぎたら意味がないですし、関与だけだとただの飾りになってしまいます。勝ちを急ぎすぎず、このあたりはしっかりと見極めて考えていきたいところですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。